こんにちは。じゃあスポーツです。じゃあ階級の名前こちらから。66キロ級の彦坂武です。中学1年生です。はい、90キロ超級の井上由紀です。1年生です。はい、55キロ級木津博です。3年生です。73キロ級春日瑠衣です。3年生です。今日は体勢あるあるもしくは柔道部あるあるを順番に聞いていきたいと思います。ではどうぞ。元立ちサボりがちです。元立ちの再現 VTR です。元立ちサボりがち、共感できますか？人によっては組んだら強さが分かるっていうことです。どんな感じの人たち組んだ時なんか力が強いっていう感じ。圧を感じる。あ、はい、そんな感じです。 OK、 井上くんのは持った瞬間強さが分かるのは、はい、確かに。パワーだけ強いってこともないの？力が強いってことはありますけど、でも体型持った時に、あ、強いな、この相手ってのは分かる。組手が持った瞬間スピードあったりとかしたら。軽量と重量の違いはそのスピード。重量は力、重量は基本力、軽量はもう本当にスピード。スピードもありますし、パワーもある人は結構あります。でもじゃあ組んだ瞬間に、あ、これ負けるかもなっていう人もいると思います。もしかしたらいいかもしれない。スピードはあるかもしれない。全国2の時とかどうだったの？最後はやっぱり違った元の人は、はい、もう県大会とはちょっと力とかやっぱスピードもちょっと違ったんで危ないなと思いましたけど、まあ頑張って勝ちました。監督の前から逃げがち、ランドリーの時とか監督から逃げていく再現をやります。これ共感できますでしょうか？めちゃくちゃ似合う。はい、じゃあ、あるある、はい、私生活で、ご飯をたくさん食べる人と食べない人の差が結構あるっていうことです。わかる、それはわかる。わかります。食べないことありますよ。100キロ超級でもいっぺんにドカンって食わない子もいる。なんか間食が多かったりとか、ね、間食、お菓子を食うやつとかおるよね。あ、それ言います。米食わず、はい、強いやつは大体上に神田に行って、で柔道あまり強くない人はずっと下座にいるっていうことです。分かった。そう、強い子は多分監督はいつも上田にいるので、みんなそこに固まるんですけど、細い子だったりやってる子は全員下田にいて、あんま見つからないところにいるっていう印象があります。もう僕素人だから上座の方なんか行かないもん。やっぱ監督から逃げて中かね、下座の方に僕は逃げますから。一個もう僕は本当に柔道さんとかなんですけど、うん、県大会ぐらいだったら決勝戦が大勢対大勢みたいなのって、これあるあるじゃない、大勢のメンバーからしたら。あるある。それはない。あ、でも同階級にいる子は、そう、同階級でもしいた場合いる子はあると思います。決勝は大勢対ほぼ大勢対大勢、ワンチャン途中で当たるってこともある。あ、なんか準決、準々決勝とか3人4人とかいたらあります。その時ってちょっと気まずくないの？でもこいつやったことあるんで決勝。え、どうだったの？先輩だった時はなんかもう普通にもうやっぱ勝つしかないなと思って行って、でも GS とか入った時は相手体力ないんじゃねって思いながらやったら、実際体力なかったんで自分より。それで先輩、木津君が後輩の時ってあった？あ、はいはい、そうっす。それってちょっと気まずくない？先輩が相手の時、いや、相手の時は気まずくないですけど、なんか試合終わった後がちょっと気まずいです。試合の時はもうさ、まあ確かに真剣勝負や。確かに確かに、多分。まあ僕そんな試合経験ないから分かんないけど、あと減量あるあると聞きたいですね。軽量級だから減量あるある、なんかこの辺はないよ。でも一番あるのはここなんだ。ここなんかその周りに嫌がらせされるみたいな、なんか目の前でめっちゃ食べられるとかってないの？まあ、意外とそういうのはなくて、ないんや。体に何食ってきたみたいな聞いて、こっちから聞いて何食って、うわいいなみたいな、そういう会話しかない。自ら行くのね、はい、前回のね回転寿司動画も本当はいたけどね、リズ君ね。おや、そ、ちょうどその時、しかも減量中だし、試合も近かったっていう。そう、大食い対決させれなかったから。ああ、なんか女子柔道部に一個あるある、女子柔道部あるある、なんかあれば、これはもう代表して
この方に。じゃあ代表あるんですか。で男子が練習やってるのに、トレーニング中にむちゃくちゃ叫びがちですだそうです。叫ぶってどういうこと。女子中とかに、トレーニングやってたり、うん、なんかそういうなテレビ有名な人が来た時に、うん、自分たちは普通に練習やってるのに向こうだけ、すごいキャー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 っていう声が聞こえてきてっていう。皆さんが思う女子が騒いでる感じかな。そう、一般人が言われるようになるかもね。逆にね、逆に、はい、うるさいんで、逆にじゃ強くなってキャーキャー言われちゃう。ああ、女子にも聞きたいですね。男子あるあるじゃないですか。男子あるね、聞いとこう。ちょっとこの後聞きますか。はい、じゃあ他にも聞いてほしいことまだあったらコメント欄にコメントください。はい、じゃあ今日は以上です。さようなら。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。